信に山城、信に山城は奈良県生駒郡へぐり町信に畑にあった日本の城である。木沢長政、松永久秀の居城となった。信に山城は大和と河内の国境にある生駒山系に属する信に山、標高四百三十三メートル山城に築かれた山城である。信に山は大和と河内を結ぶ要衝の地で、松永久秀はこの山城に、 南北八百八十メートル、東西六百メートルに及ぶ城郭を築いた。杉山中腹には、長後孫子寺がある。また、付近には、高安山城、南畑未年度城、盾の城といった市場が存在した。杉山城の城域は、古代山城の高安城の範囲に含まれるが、城域には、高安城の遺構は現存していない。また、南北朝時代に、 楠木正成によって築城されたという伝承も存在するが、しかし、同時代資料の裏付けはない。教科使用書には、長六四年、1460年10月、応仁の乱の過程で戦闘に敗れた畠山義成が、杉山二陣を退りいたという記述がある。上郭史研究者の中川隆史明によれば、これが、杉山次郎の資料上の初見である。 さらに明王年間末期から延少年間諸島のいずれかの時点で畑山なお喜びが市議場を使用したという足利良きの記述などが残っている。その後本格的な城郭を築いたのが木沢長政である。中川隆明によれば細川良家記、天文5年3月26日上において市議場の使用が確認できるため、 この頃には一定の規模の城が築かれていた。少女商人日記の天文五年、1536年6月26日によると、という記載が見受けられる。市山城の完成を祝して、本願寺より酒を送ったと思われる。16世紀前半には、従来の城郭とは異なる多様な機能を有する、いわゆる、戦国期拠点城郭が各地に登場している。そして、 大和国においては、貴沢長政の死義山城が、戦国旗拠点上郭の講師取った。しかし、長政が、天文11年、1542年3月、太平寺の戦いで廃止すると、死義山城は、二条山城と共に落城してしまう。その後十数年もの空白を経て、永禄3年、1560年11月に、 山和国を制圧した松永久秀は、死山城を選んで、山和支配の拠点とした。死山城を今日に見られるような規模の城郭としたのは、久秀である。久秀が死山城を拠点として選んだ理由は、久は長政の後継者として、山和国を支配するという政治的アピールがあったと考えらる。なお、松永久秀の死山城入場は、通説では、 永禄二年のこととされてきたが、中川隆明によれば、これは誤りであると考えられる。また、久秀は、多門山城も築城し、多門山城は政治目的、市議山城は軍事目的と異なった目的でそれぞれを使用した。市議山城と多門山城との間は2 0トルほどあり、出城の構築や立田城、筒井城の使用によって連絡路を確保していた。 A66 年には、市議山城は一時的に、筒井氏の手に渡ったが、久秀は同年中に、これを奪還している。なお、この頃、市議山城には、市議城州、市議在城州という勢力が存在している。山口秀勝に率いられた、市議城州は、地域社会の中に根付き、法隆寺とも政治的関係を結ぶなど、強い力を有していた。A61 年。 1568年には、死に山城に、再び危機が訪れる。松永久秀、三好義継と三好三人衆の間の、政権構想の過程において、同年6月29日、三人衆方の三好安長が、死に山城を攻め落とした。しかし、同年9月の足利義明、織田信長の上落により、義明方の援軍を得ることができた久秀は、 信に山城の奪還に成功している。信に山城は松永市の中心的軍事拠点として機能しており、さらに元気元年、1570年には、久秀は本拠地を多門城から信に山城に移した。元気2年、1571年8月には、久秀は信に山城から出軍し、三好義継軍と共に、辰野一城を攻めかかったが敗れた。 のの一条の合戦。ところが、天正五年、1577年8月、信長に謀反を起こした久秀は、信に山城に牢城した。信長は、松井雄敢を、信に山城に派遣して、本意を促したが、久秀の決意は固かった。やむを得ず、信長は9月29日に、信に山城攻撃のための軍を出撃させた。10月3日には、 織田信忠に率いられた織田方の軍勢が城下を焼け払い、9日には、死に山城に火の手が上がる。翌日、信忠らが本城を包囲して攻めると、ついに久秀は天守を自焼きして自ら命を絶った。これ以後、死に山城が使われた形跡はなく、この時に廃城になったとされる。この山城は大きく分けて、 お竹部分とその裾の扇形に派生した部分の二つから、なる。車の数は百十以上あり、奈良県下最大規模の中世上郭である。和州市議山古城図では、空鉢道が立っている部分を、本丸、少し下ったところにある細車が、二の丸、ハイキングコースがある部分を三の丸と記載されている。田んぼう日本の城によると、 この本丸跡に4層の天守櫓が建っており、伊丹城、1521年に次ぐ日本で2番目に建造された天守で、織田信長の安土城もこの天守を参考にしたのではないかと思われ、松永久秀は築城の再確も備わっていたと記載されている。死に山城の天守については、甲子屋はに天守の始まりとして登場する。 実際の遺構については確認されていないが、文献上の建造年では、伊丹城、角田城、1558年に次ぐ、この建物の名称については、高殿や高屋倉と呼んだという。小竹部分以外に、扇形に派生した、車群がある。死に山城の古城図において、立ち入り殿の屋敷や、松永屋敷と呼ばれている車は、 その形状からも屋敷地であったと考えられる。図節中世上角時点によれば、上域からは割られた石臼が発見されているが、これは石垣に用いられたもので、波状の際に崩された石垣の残骸であると考えられる。そして、それは立ち入りとの屋敷や松永屋敷の存在した車の壁面に設けられていたが、 時に石垣を崩したのではないいかとと考えられるという。山城は多人数で攻め込む敵に対して少数の人数で守ることができる利点がある。しかし、死に山城は山全体に車があり、兵力が散漫になり拠点防衛できにくい難点がある。風雲信長記によると、松永久秀は散漫となっていた防御施設を松永屋敷を中心に、 久は長政時代のクルワを一部破棄し、土塁、東側の階段クル掘り切りなど、拠点防衛が可能なように大幅改修したのは、ないかと指摘している。さらに、風雲信長記によると、上落前、織田信長系統の山城追記技術に、横堀という防御施設はなく、掘り切りを使用していた。松永久比では、天理にある、豊田城で、横堀の防御施設を設けており、 市議山城でも、松永屋敷の東側に、土類の防御施設があり、横堀と同様の効果があるとされている。横堀はそのまま鉄砲の射撃陣地となり、鉄砲出現以降重要な防御施設とされていく。織田信長系統でも、松永久秀の築城ノウハウを取り入れ、伊賀国の丸山城以降横堀が現れてくる。しかし横堀は逆に城から撃って出る時に邪魔になる。 弱点があり、孤高の効果を半減してしまう。そこで、天正時代になると孤高に、一定の空間を作るなどして、弱点を克服していく。このように、織田信長系統の追記技術は、機内もしくは松永久秀の追記技術を取り込んでいき、その弱点も改良していくが、逆にそのことが、松永久秀の織田方での地位を徐々に弱体化していき、 無本の理由とも関係しているのではないかと解説している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。